もろくなってきたからさ、一発でお互いできたら賞金制にしようや。いいよ。どっちからいく？ランからいく。よっしゃね、買ってもらったものもまた紹介したいと思います。てーんてれーんてれーんて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 ん。ゴムってさ、黄色いな、めっちゃ。いやいや、これは色これついてるやつ、うん、いや、これマジで破れることないよな、マジで。あれ、サーマンやほんまに、うん、これ破れるとか言ってる人、ちょっとあれやで、無理やで。今まで言われた人とか無理やで、これは破れへんな。もうあれもこれ終わりです。それ出すと、うん、まだあんで破れるわ。破れるわ。みんな、神様、男の味方の神様がおい破れるぞって言ってパコーン終わったやんな。うん、すごいよこれ。みんな、いやでもこの水の圧力で破れるやろ。おティンを入れるだけで破れへん、絶対。まあ、まあ、確かに。やろ、おティンもないな、絶対破れへん。ゴムをつけましょうね。先生が言ってます。先生、なんでやっぱ大事なんですか。やっぱね、なんか病気とか、うん、カーンってやめてください。学生かな、はい、絶対にゴムをつけて、はい、やってもらった方が安全。何をやるんですか。あ、火。ええ、火。え、火。うん、フェイクス。フェイクス。そう、何それ。リビダータイミング知らんねんね、そんなん。全然。じゃあ宣伝、その話知らんねんけど、バカない。なんでリビダータイミングエンティ。エフィ、エフィ、ミッフィ、コンドーム、ノーソース、チンコ。メインやねん、もう内容が。なあ、もう俺サブじゃないねん。な、まあこれが本当のスタイルなんですよ、やっぱり。何持ってんの、桃かなんか。桃出てこんねんじゃん、女の人。なあ、怖いやん、そんな大きい爆弾持ってたら。そんなでやん。一発でいったらもう終わりやから。なんでよ、ゆいは一発でいったら終わりやん。はい、じゃあ行きます。悪意あるね。ちぎれた。アップちぎれた。ちぎれた。うん、寒すぎ、やばい。もうそっちなんかお湯でいこう。お前だけしてこない。やぶ。いらっしゃいませ。ゆいって伸ばしたらいいかな。どっちかにグイッチするだけ。伸ばしすぎてもね、パンパンに入らないんだよ。ゴム強はてか、最初からゴムつけない人って何なんですか、あれ。マジで普通に考えておかしくないですか。確かに、それ相手のこと考えてないもん。何の自信なん、もう。お前それはな、騙されてるぞ。いきます。これ一発目でいいからだな、体なかなか。3、2、1。掃除機みたいなの入れたいな。じゃあそのまましとってやな。あそのまましとって。なんで入ると思うか。確かに入らんかったな。じゃあ5000円、なんか買ってもらいたいと思います。え、1万ない。5000円やで。5000円な。うん、何これ。びっくりした。魚ちゃんが舞い降りてきたよ。あと1回あるからな。ラインやってみるか。そうやな。これでなんか行ったらまたもう1回ってことやな。ないないない。よっしゃ。先生、ゴムってどこで売ってるんですか。薬局。あれ、薬局に寒いんですの。先生、薬局寒いってなんや。薬局やってるんですか。薬局やん。薬局やん。なんだろ、ちゃん。薬局。先生、このゴム何のために使うんでしたっけ。コンドーム。コンドーム。何や。コンドーム。エビ。お前、エビとコンドーム。やめすぎやろ、それは。なあ、みんなには見えてないけど、マジこれぐらいいっとった。こいつ悪意しかないやん。なあ、ありえへんやん、マジで。
もうこの人ね、あんまり考えられないですマジで。ほんまにバコーンあるかと思うな今。いやもう私たちのゴムがなくなりました。じゃあ終わりたいと思います。いつにこうある見て、この使い捨て飛び散ったコンドーム、そしてこのなんか先生の顔。先生コンドームコンドームってめっちゃ綺麗に言おうやん。コンドーム違うコンドームお前アナウンサーやそれ。本日のゲストコンドーム。 Vlog 風にするこっからみんなどんなに頑張ってもなコンドーム Vlog 風にならへんねん。イエイイエイ。ちょっととりあえず片付けしていきたいと思います。頑張れ頑張れ。このままお風呂入らなあかんね。もうでも疲れたいから。じゃあお風呂洗ったら。え、お風呂洗ったら。ちょやばいって、こっちびちょびちょやねんけど。じゃあまだあるよ。私は捕まれてないかな。食べれねえや。先生先生、じゃあもう今日のサブちゃんは終わりなんですけど、みんなに伝えたい保険の授業もこれで終わっていいですか。一つ伝えたいことは、みんな生はあかん。え、いやでも焼肉生で食べる人とかいますけど。焼肉は生あかんかん。いやあかんあかんあかん。あ、ほんで、え、卵は生あかんあかん。マジでせんで。お前な、今聞きましたみんな。今のはノリや。違うな、今のはあれやな。卵は普通に、うん、生を飲みたいことやな。そうそう、なんか飲みたい。でもラン真面目やからな、そういうの。この角度見てみんな。ちょ、でもおばちゃんやん。ゆいマジで言って。マジでほんまにマジでそういうのちゃんとしてる。マジでランちゃんとしてる。意外とな、まあ、みんな顔で判断しちゃうかもしれへんけど、マジでちゃんとしてる。言ってるだけやじゃん。そう言ってるだけ。そうな、そういうランがこういう顔やからみんなにそう思われてやろうと思って言うやな。あのノリで言ってるけどリアルにない。なあリアルにない。まあ逆に言うたらユイの方がいいんだけどな。いやー